いる。どうも、お待たせしました。木谷オーナー、ごめんなさい。ご存知の通り、俺オクパードでカンサードなんですよ。はい、ごめんなさい。はい、で、何の報告ですか。はい、3年前の会見覚えてますか。皆様、2020年1月4日を目標に今回このゲームを作ると。主役は内藤哲也ということでよろしいんでしょうか。はい、じゃあちょっと僕はご飯食べに行きますので、アディオス。あの日からずっと俺はここで待ってましたよ。いや、食べましたね。いやいや、あなたが待たせすぎなだけでしょう。あとね、もろもろ調整ができて制作決定しました。ありがとうございます。ほう、で、はい、完成したんですか。ちょっとまだ。一体いつまで待たせる気ですか。そこはもう焦らない。トランキーロ。トランキーロトランキーロ。会見でも言いましたが、主役はもちろん我々ロス・インゴベルナーブレスで8本なんですよね。はい、はい、はい。あが長えな。いやいやいや。で、はい、何億ですか。あ、何億。岡田は2億円規模のプロジェクトだった。じゃあ我々ロス・インゴベル・ナーブレス・ハッポンは一体何億ですか。5億。5億でどうですか。5億。さっきから間が長えよ。今年2021年全世界同時リリース決定。スマートフォンゲームアプリ新日本プロレスストロングスピリッツ。またどこかでお会いしましょう。アディオス。食べ過ぎだー。